はい、皆さんこんにちは、村長です。今日はですね、ミディギター2のいろんなテストをしてみたいと思います。今ミディギター2とキューベーシスを iPad 上でつないでいます。どういうことかというと、こういうふうにありまして、このオレンジのところですね、ここを押すとですね、ミディアウト、こういうのがあるわけですね。そしてこれを押すと下にこういうウィンドウができまして、でバーチャルミディというふうにしますと、ここでギターを弾きますとですね、どういうミディ信号が送られているかというのが出てきます。それをですね、キューベーシスの方で、受けるわけですね。受けるのはこの画面の上のところのルーティングっていうところで、ここにですね、ミディギターアウトというのがあります。オールインプットでもいいんですけれども、ミディギターアウト、これを取るか、もしくはオールインプット、そうするとこの楽器を変えるたびに音が変わります。例えば、壮大な音になりました。オルガン、こういうふうに変わりますので、じゃあこれを録音してみましょう。メトロノームをオンにしまして、録音。こんな感じですね。そしたら、このように、ミディとして入っております。これをクリックすると、こんな感じですね。ベロシティにおきましては、こんな感じで、もちろん録音をしましたら、もうどんな音にでも切り替わります。リアルタイムじゃなくてでも、ここで、そうですね、もう一度ギターの音にしましょうか。ギターとか弦楽器の音に。はい。また他の楽器にしてみます。はい、どうでしょうか。このようにいろんな音がリアルタイムどちらでも弾けます。今はリアルタイムにここで、ギターをね、こうやって、弾いてみます。
いろいろこれはすごいですね。ディストーションギターなんかに、切り替えてみてもですね。これ今クリーンギター。ドライブギター。ダークギター。ミュートギター。ナイロンギター。バンジョ。ベース。というふうにですね、本当にギターがシンセサイザーになる。そんなね、ことで、とっても便利で。で、まあ、皆さんが多分一番気になるとするならば、レイテンシーがないか。これはもうほぼ気にならないです。ないと言ったら、ないデジタル楽器はありませんので、必ずあるわけですけど、気にならない範囲。ということです。間違いなくそうですね。そして、課題というのは、こう入力の時のレスポンスとか、ベロシティとか、ゲインとか、そういったものは、こう、慣れてですね、このミディギター2のところでですね、インプットに関わるような、ここらに、まあ、トーンであったりとか、入力カーブですね、見てください。こう。こういうものとか、こういうふうに逆にしたりですね、高音をしっかり入れるとか、そして、まあ、これが原因ですね。こういうところを設定することによって、とっても入力が自分好みになると言ったらいいでしょうか。そういうことができますし、そして、いろんな iPad 上のシンセサイダーを使うことができます。ここのインストゥルメントっていうところを押すとですね、自分が購入したインストゥルメント、そういったものもここに出てきます。そしたら、サックスのソフトでこれギューッと上げるとすごくリバーブがかかるんですけど、まあこういう。自分が買ったようなインストゥルメント、いろんなものが、まあ、使えますので、AUV3 にあるような、このパソコン用のシンセサイザーでも有名なシンセマスター1。これなんかもシンセサイザーとして。これいいじゃないですか。の苦手な僕にとってはですね、こういう自分を装飾してくれるようなシンセサイダーっていうのはとってもいいですよね。デフォルトになってますけど、まあプリセットなんかで切り替えながらですね、いろいろ面白いのを。
いいですね。ということで、今日は上から頭のてっぺん取られてるって感じですけれども、今日はちょっと面白いんですよ。この iPad の画面は一眼レフカメラで撮っててですね。そして僕の声はウィッシュで買った安い、そして高音質なマイクですね。これでやっております。そしてその音をモニターするのはですね、フリープレイというマッキーのなかなかいい路上なんかに最適な300ワットかまで出るような大きな電池で10時間使えるスピーカー。そしてこの今画面を撮ってるのはですね、ズームの Q8、Q8 って言った方がいいですかね。Q8 というこのカメラで撮ってるんですけど、その音は声が2チャンネル、そしてインが2つ取れますので、その片方のインをこのコンデンサーマイクを入れて、もう一方のインをフリープレイというマッキーのアンプからダイレクトアウトしております。これを後でですね、ミックスしたりしながら編集しようと思ってますが、まあ皆さんもその編集してるのを聞いてるわけですけど、まあ今日はそんな形でですね、いろいろ機材を使って、で、この入れるのはパチモンのですね、アイリグですね。これで入力しました。値段は800円。こんなので入ったら嬉しいですよね。それでやってみましたので、皆さん、ミディギター2の凄さをですね、分かっていただけたら面白いと思います。村長でした。今なんか、今こ、え?こんなの流行ってるらしいですね。なんかこう、ハートに見える、なんとかね。はい。なんかわからんけど、テレビでやってました。ということで、村長でした。